章の内容をまず申し上げたいと思います。まず優勝、準優勝、3位はもちろんですが、その次に優秀賞5名、優秀賞が5名いらっしゃいます。あと敢闘賞が7名、これから読み上げます、入賞された方々のお名前はまず優秀賞の5名の皆さんをご紹介をさせていただきます。で、名前を呼ばれましたら一歩前に出て、お辞儀をしていただければと思います。名前を呼ばれた方はね。で、その後第3位準優勝、優勝と紹介してまいります。お名前を呼ばれなかった7名の方には敢闘賞が贈られますが、時間の、ね、進行のスケジュール上、敢闘賞および優秀賞を受賞された皆様につきましては、入り口の、受付のところでお渡しをさせていただきますのでご了承ください。ステージでの表彰は優勝、準優勝、第3位の3名のみとさせていただきます。進行時間の関係上、そのようにさせていただきますことをお許し願いたいと思います。よろしくご協力をお願いします。それでは先生よろしいですか。高橋先生にまずね、じゃあそれではですね、発表した後に公表では、ちょっとやっぱり都合悪いということのお話が今ございましたので、成績を発表する前に高橋委員長より、本日の総評、公表をお願いしたいと思います。どうぞお願いいたします。大変お疲れ様でした。審査場で一番大変だったのは101名から15名を選ぶのが一番大変だったですね。もう 0.1、0.2 の差で、この15名が選ばれました。まあ、審査のポイント、いろいろあるわけですけども、やっぱり最初の塩釜のところの節回しと、あとその後の軸張り、塩釜が1行目終わってからその次の行のね、軸張りがやっぱり乱れている人が多少おります。まあ、というところで、本当に、厳正なる審査をしましたけども、本当にね、文字通り、構図つけがたい、内容でありました。余談になりますけども、昨年、サッカーのワールドカップがありましたけども、その時にですね、日本の代表選手、堂安選手がおりましたよね。その人が言った言葉でね、印象深かったのは、いろんなイベント大会の前にどんな気持ちで臨むかという話がありました。皆さんもここにいてる方がいっぱいおるわけですけども、前の晩眠られなかった人、全然関係なかった人という、いろんなタイプがあると思いますけども、普通の人はね、不安で眠れないんだそうですよ。普通の人は、あとは何時も感じない人はそれでそれでいいでしょうと。ところが堂安選手は楽しみで眠れないんだって。楽しみで。じゃあ皆さんどうだったでしょうか。私は朝起きれるかどうかで眠れませんでした。まあいろいろありますけども、まあ、そんなところで、まあ、来年のためにまた精進することをお願いしまして、感想といたします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ大会会長よりなんかお話があるそうでございます。はい、皆さん今日は一日ご苦労様でございました。私ももう22回という数を数えた大会でございます。正式には私は第7回から15、6年ずっとこう委員長になってやってきたんですけど、まあ本当に全国各地からこのように素晴らしい方々が出場していただいて本当に感謝しております。そして塩釜人口全国に発信している、これは塩釜市の
方々と一緒に手を組んでキャンペーン、名古屋とか東京、埼玉とかあらゆるこうキャンペーンに行って物産、塩釜の物産と民謡をセットしてそっちこっち回って歩いて宣伝していただきます。それで、今日は歌った方々、まあ私の思うように歌った方々がだいぶおります。これもやっぱり今あの YouTube っていうあれがあるから、わざわざ私のところに来なくても習われる状態、あの皆さん今日ここにいる方が分かる、あの YouTube いつでも違われんの。去年一昨年かな、あの宮城の民謡って言って正門町に行くっていうと、うちの娘が歌って、あのいろいろな人が出て正門町に行くを全国に発信、世界からも発信して、何千元っていうあの入ってたんだね。今見ると分かるから何千元、それで練習で、去年あの優勝した金子由紀さんもそのインターネットですが、なんとスマホってか、スマホこのぐらいなのね、これで練習した。で今年はね、山形の人も先生どこさ習いに行くからって言うけど来ないでください、このスマホで勉強して、何人かいます。YouTube って YouTube っていうやつで習ってる人が多くなってるんだね。だからわざわざ私の方に来なくても、それをやるとペペペペペペッとショガーマーって出るから、で私の歌い方もこうショガーマー、こういうのも全部入ってるの。だそういうのをやられると考察するとみんな同じで歌われる。今日だった人のほとんどが私たち歌ってる歌をつないで歌ってるっていう、これは嬉しいことなのね。だから皆さんもね、いろいろな習い歌って、私もね80過ぎだからほとんど歌を教えません、まあ、そろそろ行って言われたからね。まあそういうわけで、とにかく塩釜町行くと愛してください。旦那さんが一番、塩釜町行くが一番いいのだね。じゃあ先生その辺で、あとでお疲れになりますので、その辺で、はい、そろそろ切り上げましょう。はい、それでは、ね、賞状の方も出来上がったようでございます。お約束通り15名の中からまずは優秀賞に入りました5名の方を読み上げさせていただきます。赤間先生、今読みますのでちょっと静かにしててもらってますか。はい、それではまず優秀賞お一人目は、決戦会5番予選会36番で歌われました山形県酒田市からお越しの庄司文子さん、どうぞ前に一歩出て、はい、はい、優秀賞でございます。ありがとうございます。優秀賞お二人目は、決戦会番号15番予選会番号は38番、山形県寒河江市からお越しの佐藤美久さんです。おめでとうございます。優秀賞です。優秀賞3人目です。決戦会番号13番、予選会番号53番、大崎市からお越しになりました今野悦子さんです。おめでとうございます。優秀賞4人目の方です。決選会番号1番、予選会番号70番、山形県中山町からお越しいただきました野口久美子さん、優秀賞でございます。おめでとうございます。さあ優秀賞5人目になります。決選会番号8番、予選会番号97番、愛知県刈谷市からお越しいただきました鈴木弥生さん、はい、おめでとうございます。以上5名の方が優秀賞に輝きました。おめでとうございます。さあそれでは早速第3位から発表してまいりたいと思います。よろしいでしょうか。第3位は予選会番号7番、
あ、失礼しました。決戦会番号7番、予選会番号は19番でお歌いになりました仙台市太白区からお越しの庄司久美子さんです。第3位です。おめでとうございます。第2位は決戦会番号2番、予選会番号78番、地元塩釜市から挑戦しました藤沢和子さんです。おめでとうございます。準優勝です。さあ残りは、ね、優勝された方でございます。第22回塩釜甚句全国大会優勝は、予選会番号、あ、失礼しました、決戦会番号6番、予選会番号18番、山形県大石田町からお越しの木村さとみさん、第22回塩釜甚句全国大会の優勝でございます。おめでとうございます。さあそれでは赤間会長どうぞ前の方に、木村さんどうぞ、ね、これから表彰します。何度も挑戦していただきました、ありがとうございました。さあそれではまずたくさんの賞が贈られますが、大会会長賞がまず授与されます。頂上優勝一般の部木村さとみ殿、あなたは第22回塩釜甚句全国大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを表します。令和5年2月16日塩釜甚句全国大会会長塩釜市長佐藤浩樹代理です。おめでとうございます。はい、おめでとうございました。続いて副賞として、はい、トロフィーが贈られます。続いて、しわひこ神社塩釜神社賞が授与されます。表情一般の部木村さとみ殿、記念は第22回塩釜神社全国大会において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。令和5年2月16日しわひこ神社塩釜神社宮司会議にしていただいております。はい、続きまして日本民謡協会賞が審査委員長高橋健一先生から授与されます。優勝木村さとみ殿、あなたは第22回塩釜甚句全国大会に出場され当初の成績を収められました。よってここにこれを賞します。令和5年2月26日公益財団法人日本民謡協会理事長下鶴明典大学です。はい、おめでとう。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれではまた、はい、赤間会長より、はい、副賞の数々が贈られます。はい、まずは副賞として金一封が贈られます。それから、はい、ね、これも塩釜ならではの千葉産品の数々が贈られます。重いですよ。はい、はい、おめでとうございました。ね、いろんな協賛団体からお見せいただいたもの中に全て入っております。おめでとうございます。はい、さあ続いて準優勝の栄誉に輝きました藤沢和子さんを表彰してまいります。はい、同じく大会会長賞が授与されます。表彰準優勝一般の部藤沢和子殿、あなたは第22回塩釜甚句全国大会に
賞のトロフィーが贈られます。藤沢さんの賞状こちらの方、はい、はい、続いて副賞が贈られます。こちらも、ね、あの藤沢さん地元ですけれどもね、はい、はい、なんかね、東日本のマグロとかまぼこセットというもので、はい、千葉産品ならではの記念品でございます。はい、じゃあそれでは、はい、並びの方にお戻りください。はい、続いて第3位の方でございます。はい、仙台市太白区からお越しいただきました庄司久美子さんです。どうぞ前の方へお進みください。同じく大会会長賞が授与されます。賞状第3位一般の部庄司久美子殿、あなたは第22回氷河マジック全国大会において当初の成績を収められました。よってここにこれを賞します。令和5年2月16日塩釜人口全国大会会長塩釜市長佐藤幸喜大陸、おめでとうございます。はい、おめでとうございました。副賞のトロフィーもお受け取りください。はい、まだ副賞がございます。はい、おめでとうございます。お受け取りください。はい、その他、千葉産品の数々でございます。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの方にね。さあ、皆さんの審査結果と一致したでしょうか。ね、それでは、15名の皆さんにもう一度拍手で、ね、はい、それでは恐れ入りますが優勝された木村さんをちょっと一歩前に出て、あと皆さんご講談いただいてよろしいでしょうか。はい、頑張れよ里根。あとで記念撮影はしますけれどもね。はい、どうですか、やっと優勝って感じだと思うんですが、ね、何年かチャレンジして、はい、この日のために父と一緒に頑張ってきたおかげだと思っております。お父さんありがとうございました。はい、お父さんよかったですね。はい、ね、お父さんおめでとうございます。さあ、それでも感激もひとしおだとは思いますが、ね、優勝されましたさとみさんに優勝曲3つ大丈夫だよね、4つでも大丈夫ですか。いや、3つ、はい、ね、はい、さあそれでは、ね、第22回塩釜甚句全国大会栄えある優勝を獲得いたしました木村さとみさんに優勝曲塩釜甚句を歌っていただきます。よろしくお願いします。
ましたが、ここで第22回塩釜神宮全国大会の閉会の挨拶を大会実行委員塩釜神宮保存会柴田東照が申し上げます。第22回塩釜神宮全国大会、総勢158名の参加でございました。本大会にご協力ご支援いただきました皆様、厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。来年もまたこの会場でお会いいたしましょう。お帰りの際は十分足元にお気をつけてお帰りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして第22回塩釜神宮全国大会の一祭を終了させていただきます。会場の皆さん、最後まで本当にありがとうございました。